ちょっとポンちゃんの面倒を見なきゃいけないから待っててね。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃんは、夜ですね、こちらから押し入れから布団を出しに来ると必ずここで真っ暗なところでですね、待って泣いて待ってます待って泣いて待ってます。なぜかというと、ここにいると撫でてもらえるというのを知っているんですね。で、ずっとここに待機しています。映らないんだよ、暗くて。ワンちゃん、ワンちゃん、はいはい。そしてジャン君が迎えに来たから向こう行くよ。ポンちゃんおいで。はい。ジャン君。はい。そして今ですね、ポンちゃんの家猫5周年の動画ですね。これが今3分の2ぐらいまでいったかな。もうあとちょっとで仕上がるんですけれども、できたら明日アップしたいんだよね。はい、頑張ります。はい、ポンちゃんおかえり。はい、はい、おかえり、おかえり、おかえり。